こんにちは、しぼにちゃんのりみです。はい、りみちゃん、今回は今日は日曜日なんですけども、うん、しほちゃんがですね、お熱、お熱でね、39度9分じゃないよ。今日は39度3分です。でね、今ずっと寝てるので、ご飯もね、ちょっと全然食べられなくて、りみちゃんね、おかゆを喉痛い、このね、卵粥をね、作ってあげたいと思います。はい、じゃあ作れますか。はい、あ、そうそうそう、見て、このこれ買ってみました、ぶっかけ韓国のり。あのほら、この海苔フレーク、しーちゃん大好きじゃん、うん、これに匹敵するものを今探してて、うん、これちょっとね、見つけたのでね、買ってみたんだけど、どうかしら。まあいいや、その話はよくて、はい、じゃあまずご飯と、まずご飯と、じゃあ準備しようね。はい、ね、一応ね、準備してみました、材料こんな感じ。ご飯と、ご飯 400g、 水 600ml、 うん、塩小さじ2、塩食卓塩と、本だし、本だしはもうこのね、だしと、醤油、醤油ね、と卵ちゃん、ねみちゃんがくるくる回してた。青ネギは？あ、青ネギもあります。青ネギはあります。青ネギは最後だからね。さあ作りましょう。はい。まず何？水を鍋に入れて、うん、ご飯を入れる。うん。じゃあ水入れ。全部？うん、全部今測ってあるから。水を入れて、じゃあそれをご飯を。おいしい。で、火をちょっとつけてみて、ありがとうございます。ここ壊れた、壊れないよ。こんな感じかな。あ、すごい、なにこれ、こんな感じでね。次は、次なんて書いてある。今回は冷やご飯を使ってるのね、写真の人は。のりぎちゃんは別に、これでも古いご飯だけど、炊いたばっかりのご飯じゃないね。え、水白くなってきた。本当。はい、次なんて書いてある？青ネギを。あ、これは OK。 青ネギはね、まだね、りみちゃんちょっと切るの難しいので用意してあるので、次なんて書いてある？漢字で読む。沸騰してきたら弱火にしてコトコト煮る。あと黒丸の調味料を入れてさらに煮込むだって。黒丸って、黒丸って見てもこのさ、材料のとこについてる、だしと醤油と塩を入れるんだって。え、全部？うん、でもまだ沸騰してないでしょ。沸騰したらって書いてあるよね。え、どのぐらい入れるの？沸騰してきたら弱火にしてコトコト煮る。小さじ1、うん、醤油が小さじ1ぐらいで、本だしが小さじ3分の2、塩が小さじ3分の1です。小さじ、それ小さじじゃないの。あら、それ小さじじゃない。犬用だけど小さじ、それ犬のご飯測るやつ。小さじで見るとこなかった。ね、トコトコしてきた。トコトコ、トコトコなの？ほら、トコトコす、コトコトでしょ。トコトコじゃないよ、トコトコ歩いていっちゃうみたいじゃん。コトコトでしょ。ちゃんと読んで、コトコトにいるの。トコトコじゃないよ。コトコト、あ、来たね、コトコトね、来てね。そしたらたかたか、だいぶ煮てきたね。どうしてきたし、アク取ります。アクな、いいんだよ、それアク出ないの。はい、で、じゃあ調味料入れてく。うん、いくよ。いいよ、ちょっとママと共同作業なので。オッケー、はい、いっぱい入れて、もういっぱい、これでいっぱい、これで小さじ1、これで小さじ1。はい、ちょっとね、
小さじのさらに半分の大きさのやつなんで、これちょっと小さじが見当たらないけど、だしはこれでいいです。これ入れちゃって大丈夫。塩は、塩はね、小さじ3、いくつって書いてあった、3分の1できる。ちっちゃく切っちゃった。ん、さっき切ったこっち、おりゃ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 、ネタだし、フォークって書いてある、フォーク、そう、フォーク。だしと入れたから、次塩が小さじ3分の1だから、これの満杯になるちょっと手前ぐらいまで。塩はちょっとでいいよね、うん、薄味にしましょう。塩分控えめでいい、うん、ちょっといい、よいしょ、塩はこんなもんでいいでしょ。はい、じゃあ OK、 暑いから気をつけてね、やけどしないようにね。はい、こんな感じで。おいしそう、おいしそう。最後卵を溶き入れるだから、その間に卵を溶いときましょう。ふみちゃん、卵、それならいつもやつ、そうだね、それに溶いちゃおうか。ほんとに、ほら、おー、いいじゃない。あー、割れちゃったけど、しょうがない。じゃあ最後、塩かまして。みみ、久しぶり。リミセイヤー、あまれてリミしか使わない。はい、久しぶり、うん、どう、溶けた、楽しいですか。楽しいしーちゃん、早く良くなるといいね。ね、見て、うん、お、いいじゃない。ちょうど50、はい、卵1個できました。センチだね。センチ。はい、じゃあ次。あ、これって粘り気出てきたんじゃない？ちょっと。粘り気って。うん、ちょっと粘り気出てきましたね。そしたら溶き卵を入れる。かき回してすぐに蓋をして火を止める。そのまま1分蒸らすだって。いい？じゃあ。かき混ぜながら卵入れるかと思う。かき回して卵を入れたらかき混ぜるって。いい、入れる。いいよ。はい、じゃあかき回してください。で、火を止めてください。で、それ火下げてるの。ピン、オレンジ、オレンジ。さあ、それ止めたら蓋をしてください。マジマジ。はいはい、気をつけてね、火傷しないでね。はい。そしたらそのまま1分。待つんだって。1分。1分待つ。1分測って。タイマーを1分にセットしました。よし、じゃあちょっと見守りましょう。うまくできるかな。1分は短い。1分は長い。あと10分だった。9、8、7、6、5、4、3、2、1。またまたまた。OK。じゃあ止めて。そしたら、蓋を開け。気をつけてね、暑いからね。じゃあ隣に置いちゃってよ。あ、熱い。もうちょっと、もうちょっと。大丈夫？あっちに置いて。おー、美味しそう。いいじゃん。どうやって置くの？そのまま置いちゃっていいよ。そう。うん、もう暑いから置いちゃって。蓋を開け、青ネギをたっぷり。たっぷり入れて、さっと混ぜる。はい、じゃあ青ネギ入れてください。全部？全部入れた。コポコポコポコ。はい、じゃあ混ぜて、混ぜて、混ぜて、混ぜて。さっと混ぜるって。さっと混ぜるんだって。わあ、すごい粘り気。美味しいかな。さっとってどういう？うん。器に盛り、さらにネギを散らして出来上がりだって。よし、じゃあこれでいいかな。じゃあ器に盛りましょう。はい。はい、じゃあ器に襲いましょう。さっき味見してベロ焼き出した。いい？いいよ。そうしたの。よし。こんなもんかな。いっぱい食べれないと思うから。黙ってた。こんなに？はい。はい、ありがとう。さらに、海苔。海苔？違う。ネギ、ちょっとだけ垂らそっかじゃん。こんな。うん。ちょっとだけ垂らします。
白いのもいい。はい、出来上がりー。りーちゃんとくさんのなんだっけ、卵がゆ、卵がゆ、かわいいスプーンだ、まあいいや。はい、じゃあそのスプーンであげる。裏の名前書いてない、大丈夫。はい、じゃあしほちゃんに持っていきましょう。はい、りーちゃん大丈夫？大丈夫じゃない。あのね、あのちょっとでも食べて、うん、お薬飲まないといけないから、うん、なんとね、りみちゃんがねお粥を作ってくれました、しほちゃんのために。すごい。ちょっと白ころが興味津々。白ころちょっとおいで。白ころのご飯じゃないの。いらおいで。はい、じゃあしほちゃんちょっと起きれる？おいしそう。ちょっと暑いからりみちゃんをフンフンしてあげて。で、フンフンして。りみフンフン。暑いかな。どう？おいしい。おいしい。よかった。リミおいしいって。ふふふしてあげて。どう？おいしい？ちょっとね、リミどう？初めておかゆ作って。リミちゃんはあっちにあるから。はい。暑い。うん。大丈夫？ありがとう、リミ。どういたしまして、うん、しーちゃん。早く良くなってね、しーちゃん。リミちゃん、早く。ね。リミ、大成功ですね。うん。頑張ったね。うん。楽しかった。リミも食べる。うん、じゃあリミちゃんも食べよう。お腹すいた。うん、じゃあリミちゃんも食べようね。うん。リミが、僕も食べて、僕も食べて、僕も食べて。グミペア。 3時だおやつだ。